僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。重大発表なんですけど、漫画を出します、僕。で、これだけじゃさ、全然大したことないじゃん。ゲームレジェンドでね、漫画を出します。自作の漫画を、オリジナル漫画書き下ろしで。で、そっからがすごい。僕が原作で僕が描いたものを漫画家さんに、押切健介に仕上げてもらうっていうですね、僕と今ハエスコアガール、ノリに乗ってるハエスコアガールでおなじみの押切健介さんに僕の漫画を、僕が描いたね、原作をね、描いてもらって、で、今ここがどこかというと、まあまさにですね、その押切健介さんの仕事場なんですよ、ここ。ほら。僕が 書いたですね、クソネームを、押切さんが、いや、ちょっと押切さん、すいません、ほんと、押切さん。いやー、ほんとありがとうございます。いや、よく、ほんとに、いや、これですよ。いや、ほんとだよ、こんなことあり得ます？いや、今ね、めちゃめちゃ売れてる、この忙しい中、ハイスコアガール、書いて、今、押切さん、今、かなり忙しいですよね。忙しいです。そんな忙しい時期にね、今、押切さんが仕事場で何書いてるかっつったら、僕のネームを元にしたクソ漫画を、いやー、これすごいぜ。だって、押切さんにとってこれ、何の得もないじゃないですか。そうなの？いやー、わかんないけど。これをね、今、もうだ、これなんだけど、まあ、これが今、原稿なんだけど、いや、押切健介さんです。あんま見せない方がいいんじゃないの？まあそうですね。ねまああんまり見せちゃうとネタバレになっちゃうそうから。だな、そう。だけそど見ても分かんないと思う。これをゲームレジェンドを間に合わせるように、5月19日のゲームレジェンドに間に合うようにですね、今押切さんが追い込み作業を続けてきてくれてるんで。う。そうそう、今忙しいんでいすや、よ。だって今他の連載とかいっぱいある中でですよ。これを優先して進めてくれてんだから。前回、藤田さんち一緒にいたじゃないですか。その、これ、元はといえば、その、駅までね、藤田さんが車で送ってくれたの。その時に、そう、僕はね、うっかりね、なんかやりましょうかって言っちゃっそうたんそうですそう。よ。社交辞 令社交で、辞令そう、押で。切さんが、じそう。ゃあ、ヨコタン原作書いたら、ネーム書いたら、漫画書くよって、うっかり言ったのを、僕は逃さずに、あ、それ絶対やりますって言って、もうそう。そこで、ガチッとロックをして、絶対やる。まさか本当にやるとは思わなかったけどね。本当にね。いや、でも僕はこうやると言ったら、もうだってそれ僕にとって得しかないじゃん。僕ネームで押切さん仕上げ出せたって。本当にこれ書いてくるとは思わなかっいたや、もん。本当にね、もう一生懸命僕書いたんです。すごいそね。の、で、これ約束して、僕ネーム書くって言って、で、それ届いたじゃないですか。それ見たとき押切さんってどう思いました？もうドン引きですよ、もう。これはちょっと、あんまり表には出せられないなと思っその、て。いろんな意味でね、まあ内容もそうだし、ネームのその、商業レベルに達してないというか、まあ、そういう辛口なことをあ、言いましそたけどう。ね。これを自分が原稿にするっていうのは、自分でネーム書いて原稿にするより面倒くさくないですクか？ソめんどくさいね。添削しな きゃいいけや、ないほんかとそう。だから、押切さんが僕のネームを直して、その、一本のストーリーとして成立させて、ら。そで、こうやって、結構自由に書くから、いや、このまんま書いたらちょっとやばいぞっていうことまあ、で確かにそうですね。今もう原稿の時点で直しまくってます直しまくって、で、一応その、まあ、体裁を整えていただいて、そうね。いやー、ありがたいよ、ほんと。これ喜ぶ人いるの？これ。いや、僕が まず僕が一番嬉しいから、そう僕だが一ね。番嬉しくて、でも、これ、見どころ、どうですかね。一応僕が押切さんに提出したネームでは、もうすんごい陰湿だよ陰ね。湿な漫画家、押切さんの陰湿な部分を、そまあ、登場人物、僕と押切さんで、そうね。で、二人の陰湿な部分を、目いっぱい押し出して、ちょっと一枚見てもいいですか？あ、それ、この、それこれちですょっね。とやつ。これいいですか？この最大初事のやほつうでしょ。これね、これほら。陰湿ね。この陰湿がテーマなんですよ。ほら。で、こんなにいい感じに書いてもらって。8割方僕が陰湿に書かれてたんです。あ、そうです。ネームでね。そう、陰湿。まあ、軽く、事件とかにも触れつ つ、そうね。だってゲームレジェンドで売るんでしょ？ゲームと全く関係ないんだいもん、これ。や、でも、押切さんがゲームと関係してる漫画家だから、まあ、ギリギリいいかな。そう、まあね、そうかもほしら、れほら、うめ、すげえ、そう。これだよ？これを、オリジナル漫画でさ、
押し切りさんが出してくれるっていうんだから、うん、あ、だからそのぴょこたんの書いたネームと比較してみてもいいじゃない。そうですね、僕が書いたネームこれです。はい、この子供の落書きレベルのこのネームを押し切りさんがやるとここまで、しかもこれさすごい書くの早いんだよ、一発書きだからね、うん、そうこのちゃんと構図とかさすごいよね。一応本には僕の書いたこのネームも小さく載せることにはしてるんだけど、で、まあ一応押し切りさんのチェックとしてこれだけは絶対にやめてっていうとか、ここは消してくれっていう、うん、この、うん、そう他の漫画家の悪口とかね、うん、はい、他人の服は飯がうまいっていうコマで、あの押し切りさんが清野徹の連載終了って言って喜んでる、この清野徹っていうのはやっぱ友情が絶対、これ俺は言わないから、ね、ここだけは、そうね、これね、それは本当に僕のセロの中が悪くなる可能性がある。そうそうそう、あ、そうだからここは消してってちゃんとそう言って、押し切りさんそれだけはっていう、うん、うん、それだけはやめてほしいな。いや優しい、こういうところしか消さなくていいって言うから、ぴょこたんのネーム本当に陰湿なんだもんいやそんなですか、ネーム自体がもう陰湿だから、うん、これを普通にお客さんに売るには、うん、そうですね、ちょっとこれで出すとまずいから、ね、しかもその押し切りさんさっき言ってたけど、うん、一本の漫画としてのこうなんていうんですかね、読後感というか、うん、こうストーリーとして、うんうん、そうそうそう、だからお金をね出させてもらうわけじゃないですか、うん、はい、だからそれなりに商業に近いものにしないとまずいわけですよ。でもぴょこたんはねもう本当に自由に書いてくるからこれ大変だなって。いやすごい、さっきだからこの仕上げの原稿も全部パーッと見せてもらったんだけど、なんか学びがすごいあった。ここにこういう捨て駒でこういう駒を入れるとなんかこうストーリーとしてなんか落ち着くというかさ、とかこの流れとか2人のこうやり取りもこのナレーションのこのこれに頼らないというか、視覚に頼りすぎずにみたいなね。だから、うん、そう作品としてはね、あの、うん、ぴょこたんと僕の陰湿なところをただただ見せるっていう感じが最初のネームだった、うん、まあそうですね、はい、そうそう、はい、だけど、まあ、それだけだとただ、うん、あこの人たち陰湿なんだなって思われるだけで終わっちゃうから、はいはい、僕とぴょこたんの関係値がどれだけ深いかみたいな話にね、はい、落とし込むことによって一本作品にできるわけですよ、はい、これですよ、聞いたか、これが売れてる漫画家と20年ぐらい売れてない漫画家の差なんだよ勉強になるだろそこまで自虐的にやられてもいいですよ。自虐じゃない、僕いいですよ別に、はい、でも確かにその通りなんですよ。でもまあぴょこたんファンとしてはやっぱりこういう漫画の方が好きなんだろうな。いやな、僕もそのやっぱり長いそのストーリー一本軸のあるものとかって全然書いてないから、うん、その辺のノウハウがないから、16ページのネームなんてどれぐらい、うん、大昔のねそのサンデー増刊で書いてた時ぐらいそう結構全然、しかもその時も適当だったからしかもねオチがね、そうなんですよ ね、はい、オチぶん投げちゃうオチをぶん投げちゃう癖があって、そう、で作中でね僕にねなんかこんなオチのね漫画書いてどうなんだろうみたいなシーンがあったりとかしてるのに、はい、 そうですね、その漫画自体がオチがない。そうあ確かにすみません、そうだねいやそうだからこれをじゃああとこれから表紙とか書いて、あね、そうそうですね、ぴょこたんが今やろうとしてる、はい、そうこれ表紙を書いてタイトル案とかねちょっと聞いてみてもいいんじゃない。まあでも僕タイトルは押し切り連載かけるぴょこたん初めての合作って分かりやすくして、うん、でこの漫画のタイトルはまた別に、最初は僕は陰湿漫画家っていうタイトルにしてたんだけど、ね、うん、まあそうちょっとよく分かんなくなっちゃうからね、まあ、陰湿漫画家、うんうん、まあ、陰湿なのはね間違いないと思うんだけど、まあそういうのなんかありますかね、ピコピコ少年みたいなちょっとキャッチーな、うん、まあ、うん、なんかぴょこたんらしくないタイトルとか、ね、つまりそのピコピコって部分が陰湿っていう陰湿を表すような、うん、その言葉だったらいいんじゃないですか、ピコピコ少年なんとか漫画家で、うん、なんか陰湿っぽい、そうだから陰湿をさっき英語で調べたらわけわかんないのが出てきたから全然タイトルにできねえなって、うん、なんその辺ちょっと、うんうん、考えてるんですよ。そうね、なので押切さんもじゃあ5月19日のゲームレジェンド来ていただけるんですよね、はい、5月いつでしょ、19 日曜日、はいはい、行きます行きます、そうで、あれでしょ、あの福袋とかあるそう、いや僕と藤田さんとジャンクハント吉田で福袋をやってるんで、はいはい、そうなのでその福袋企画にも押切さんなんと5個、5個いいんですか、5個いいっすよ、
これ軽いんですよ、押し切りさんが。本当に大丈夫なんかなと思うけど、押し切りさんの福袋が5個まずありますから。だから、何でも入れていいんですよね。そう、何でも入れていいし。あ、うん、じゃあ、憲法で大量に送られてきた、ハイスコアガールの6巻とか。あ、いや、もう途中のやつ、途中のやつとか。はい。ただ、1個だけ、ミニ色紙に、はいはい、前におっさんに書いてもらったみたいな、はいはいはい、1つ書いてもらったの入れとけば、もうそれだけでだって、あ、ね、価値としてはね。あ、まあ喜んでくれたらね、うん、いいんだけど、それだってしかもそれさっき言った3人と僕がごちゃ混ぜに、そう、誰が出るか分かんない上に藤田のが50個入ってるから、はいはい、確率的にはもう100分の 5% 押し切りさんの、僕が 10%。 ああ、だから藤田さんの福袋が欲しかったのに俺のが出てくるて、いや、それの可能性もありますけど、まあほぼない、それはないんでサインもちろん入りますよ。ああ、うん、ね、5個、うん、これ相当すごいことなんだけど、皆さんちゃんと分かってる？なんで参加してくれたそもそも。いや、ゲームレジェンドっていうね、うん、存在はしてたし、はい、ちょっと行ってみたいなと思ってたから。でも行くんだったらなんか参加した方が楽しそうじゃないですか。あ、でもその押し切りさん単体で参加したって絶対に大丈夫なのにそのなぜこちら側のそのこんな言葉でしてくれてそれが分かんないんですよ。まあまあ、なんでですか？分かんないやれって言う。いや言ってない、約束したからね。あ、本当ね。あ、まあ、その場その場でね言っちゃうけど、まあ後々後悔するんですけど。いや、すみません、本当。いやいや、まあまあ楽しみですよ。うん、まあ、一冊作ったらね、どんな風に売れるか見てみたいし、うん、もうそれもちょっとだから僕できるだけ頑張ってねやりますんで。いや、楽しみですね。薄い本、薄い本。じゃあ、でこれじゃあどうしました、はい、なんか手伝うところありますか？表紙書きます？あーっとね、ぴょこたんの、はい、そのこのここの服あるじゃないですか。はいはい、でこのぴょこたんのトレードマークであるこの顔を、はい、ここの T シャツ全部開けてるんで、はい、これ全部書いてほしいんですよ。いや、これ書けないんでね。いや、これすごいよ。いや、コピペしてもよかったんだけど。いや、でもじゃあ書きますわ。どうしたら書いてもらう、はい、こういうちっちゃいところとかね、うん、でもなんかその押し切りさんの貴重な原稿になんか書くのが、うん、あ、ここ、いやいや、じゃあ最初1個だけここだけ書く。じゃあここだけ書いてみる。あ、そう、じゃあここだけ表紙とか、うん、じゃあ字は書かないから、顔だけ書きます。もっと言ってみます。いやいや、大丈夫、こうやってやるから。あ、そうです。じゃあこれじゃあちょっと、じゃあ僕書きますわ、はいはい、どのペンで書けばいいんですか？ね、細いやつがいいですか？うん、なんか絵が、うん、線が太くなっちゃったら変じゃないですか、ね、あ、まあ若干ね、うん、じゃあちょっと、とりあえずこう書いてみますね、はい、こんなん、押し木さんいつもこれ一発書きなの？これだいたい一発書きが多いかな。いや、これやべえな。ってことは下書きしちゃダメですよ。してないけど、大きさとかデタラメになっちゃうよ。まあまあまあ、適当でいいんじゃないですか。ぴょこたんってちゃんと書いてください。え、でも字は書かなくていいんじゃないですか。なんかちょっとうるさくなっちゃうから。そうか。うん、もうこの顔だけでいいんじゃないですか。顔だけで。うん、ああ、じゃあ顔だけで。だって字書くと、その、そっちに目線が誘導されちゃうじゃないですか。あ、プロの漫画家として言わせてもらうと。いや、ぴょこたんもうちょっと、え、角度合わせた方がいいんじゃないですか。え、いや、こう角度こういうふうに。え、画面がちょっと、あ、そういうこと、うん、あ、その配信の方の、そうそうそう、あ、じゃあちょっともうちょっと近づければいいんじゃないですか、うんうん、いや、なんかこの貴重な原稿にさもう人の原稿こういうことやることないからさあ、あんまなさそうだね。うん、まあ使えねえし、僕アシスタントやったとしてもアシスタントやったことない。ないんだ。遊びで一回だけ、あの、鹿は勇気のやつやったことある鹿さんのと。いやー、これ自分の書きより緊張するわ、これ、うん、人に見られてるともっと緊張する。でも上手くない、ほら、結構いつも書いてるやつ、まあ、いつも書いてるけど、こういう細さでは書いたことないから。あ、まあサインじゃないからね、うん、これどうですか、ほら、なんか違うな。いやいや、いいんじゃないですか。いいですか、これで。完全にこれ、OK、これで考えてもぴょこたんにしか見えない。あー、OK、いただきましたいいじゃないですか。こういうところとかでちょっとさりげなく、あ、じゃあこれとか、うん、すげえよ、これ。あ、ここあんま映ってないから。でも、軽くね、そう、もちろん、もちろん、はい、うん。そこはやっぱ僕もね、やりますから、しっかり。まあ、こういう感じでね。いやー、緊張するな。まあ、失敗したら、修正期だ。ね、もう。ちょっと、なんか不安そうに眺めて、押し切りさんが。いやいやいや。大丈夫ですって。僕を信じてくださいよすげえよなあ。やべ、はみ出してない。や、ぴょこたんのブースには何人ぐらい来るんですか？え、結構皆さん、いや、今回だからその、しきさんっていうのもあるから結構来てくれるんじゃないですか。
結構大きい。だってレアでしょこれ。同人誌売ってる人いるんですか。あ、もちろんその基本同人誌。じゃこれちょっとごまかしてこう。そうなんだ。引き出しをちょっと広げること、あ、やべ失敗した、あーミスった引き出しを広げて飛び出したのごまかそうとしたら変になっちゃった。まあいっか、うん、ここちっちゃいとこね。いや僕がね、押切さんすげえなと思ったらこういうコマね、こういうなんかこの、ね、転換の遊びのコマで、うん、この花で、うん、こういうの絶対僕かけない。僕のネーム絶対出さないから、この花とかね。そう、ということは花かけなさそう。いやー、花とかかくっていう、まずそのそれがない、その発想が。こっち僕だもんな。いや、ここ、ここか、ここ。いや、こんなとこ、まあ、適当でいいんだよな。こういうところはそんなに書き込むと逆に変になっちゃうから、それがあの僕のね、プロとしてのね、アドバイス。うん、皆さん、ここ変に書き込むと逆に変なんですよ。アシスタントをやる人も気をつけて。こういうところはさーっとでいいんで、適当で。こういう感じで。ようだが原稿を書くシーンって結構、ね、そうですよ。しかもこんなちゃんとした原稿に、うん、よし、これで、ここはこれで大丈夫だから。こんぐらいでね、大丈夫だから。これだけ、ね、なんか書いてるわ。うん。なんか、ぴょこたんが、あ、漫画家なんだなって、わかるシーンですな。まあ、ここも軽くね、ここあんまり余計に、ここ書かなくて大丈夫。まあまあまあ、いいんじゃないですか。ここはね、書くと逆に変になっちゃうから。ここがちょっと、ここ、わかりやすい。あ、ここいいですね。うん、ここ今書いてくれてるとこ。ここですな。ぴょこたん、アシスタントみたいなことやってますね。線の太さがな、僕の方、なんか。何で書いてるんですか。え？いつもその自分の原稿。なんか70円のそのペン。70円。これじゃないやつ。ペンテルかなんかの。あ、そうなの。それじゃあ強弱がちょっと つけるの難しそうだな。どれ？これ？うん、いや、その70円のやつだ。ちょっとじゃあ持ってきたからそれ見てもらおうかな。こんなんで、あれ、でもこれだって安いっすよ。僕これ200円もしないの。200円。僕のもう主力のペンはこれですね。リブ。これ三菱リブ70円、多分70円、100円だけどまとめ買いで70円。あ、そうなんだ、うん、これ僕のね主力のペン。いやー、これってことは漫画最近書いてる？ん、ちょっとしか書いてないね。書いてないの。そうだから、うん、書いてない。あるね、これベタの写真。いやー、ちょっと集中しちゃうよこれ。下手なことできねえわ。ね、さすが漫画家だから、あの口数が減るね。やっぱ書いてる。その人の原稿っていう意識があるからさ。まあ初めての合作だから。どう？そう、ほら、皆さんどうすか。アングル考えろよって。はあ？確かに。この人たちは本当文句しか言わないね。まあいいんだいいんだよ。これもまたね、よしとしよう。いいんじゃないですか。ね、はい。もう結構。まあこんな感じで進み、うん、ね、あ、じゃあ表紙かけ、表紙書いていいですか。そうですね。あれマッキーあります。僕マッキーでガツンとか着たい、ね。マッキーか。マッキーは。あ、これこれ。これでいいですか。これでいいですか。こういうのもあるし。これ表紙にしていいですか、本当。あ、いいっすよ。あとさ、皆さん気づきました？これ、原稿用紙に名前書いたんですよ。あれ？これ見えた？こんなのあるよ。自分の名前書いたんだよ。押切蓮介漫画原稿用紙。え、これなんすか、押切さん。これは講談社に、その、お願いしたら、名前入れますかって言われたから、え、じゃあ、つって言って。すげえな。こんなことないよ。そこまで別に原稿用紙に自己主張したところで、ね、すごい。何の意味もないんだけどね。じゃあ僕ここでもう表紙これいいですか、今言って。これ生放送中に表紙書くんだ。これ表紙だから。もう表紙はね、でもその例えば重要ですからね。うん、押切さん表紙にすごい力入れるでしょ。だってそりゃそうですよ、やっぱ顔ですからね。うん、だから今書かない方がいいかな。いやいや、いいじゃないですか。なんかこれ俺逆に何書けばいいの。え、いや、押切さんの、うん、なんかもう大野さんみたいな可愛い女の子。可愛い子で攻めるか。それで売り上げが伸びるんだったらね。そう、あ、出た。もう銭勘定ばっかりですよ。いや、現金な漫画家なんで。いやいや、もう現金な漫画家だったらそもそもこのコラボレーションやんないでしょ。
通に商業漫画描いた方がいい。いやそうですよ、ハイスコアガールのページを稼いだ方が全然いいから。いや分かる皆さん、うんうん、16ページってねきついですよ結構。そう、うん、しかも俺が今書類送検されて横田が大喜びしてるし俺が転院してるんです。いやほんとね、うん、ありがたいよな、よく。だ僕が一番怖かったのは、このネームを見せたとき、ふざけんなっつって、押木さんが辞めるっていうのが一番怖かったんです。こういうの書いてくれてるからね。うん。こうやって、その、人気漫画家書類送検って言って、僕が、やーしゃーちょっと面白いね、それ。うん、ちょっとこれ一発だけ無理なんだよな。まあいいや、でもこれ表紙ですか、ほんと。後で書き直す。もう、そんな時間ないし、もう今、これが表紙ってことにしちゃいますよ。なんかバランス悪いぞ、これ。まあいっか。この音ね、みんなの嫌いな。よし、これでいいんじゃない？はい。じゃあ、これが表紙になりますんで。で、上にタイトルが入るんで。タイトルもまだ決まってないからね。タイトルは、もう、でも、押し切り伝説かけるぴょこたん初めての合作で一発行かせていただきたいんですけど。ああね、あの、それでいいと思いますよ。やっぱ分かりやすさで。うん。何の同人誌なのか分かんないよとね。そうなんですよ、うん、ちょっとじゃあ紙のボリューム少し増して、ちょっとここ1個増やして、うん、よしできたぞーい。一仕事終わったっていう。じゃあこれベタやっといて。あなたそういうやったことないですよ。やったことない、やったことない。今初めて指示出しした。指示出し初めてね、うん、アシスタントをね雇ってみたりして、うん、じゃあそういうことでね、はい、5月19日のゲームレジェンドに決まってることは、僕と押し切り蓮介さんが薄い本を作って、でもまあ16ページまず押し切りさんの、これ16ですか、別に伸ばしてもいいんですよ。うーん、今のところ16なんですけど。いや、ありがたい、うん、大丈夫ですか。大丈夫だと思います。あ、大丈夫、20とかにはならないとは思うけど、はい、ありがとうございます、うん、もう何ページでもいいんで、で、うん、まあ、対談ページみたいなの作って、うんうん、であとは僕がその元になったネームも小さく、うんうん、乗っけてね、1ページに4ページぐらい分載せて、うん、だこれってすごいんですよ。だから僕がこの最初に押し切りさんに送ったネームをの最後に載せるんですけど、これを元に押し切りさんはこの本編を作ったっていうのが分かるから、僕の頑張りがね、伝わると思う。こっちがだからプロのそのなんていうか添削した部分とかが分かるから、お値段はですね、もちろんこれ同人誌の定番、1冊1000円です。この人たち絶対高いって言うでしょ。いや高いって言うけど、これは基本なの、これは基本。なぜかというと、そのお釣りの受け渡しとか、うん、そのコミケとかって1000円なんですよ。ああ、うん、なるほどね。1000円、うん、だってオリジナルで書き下ろして大変だよこれ。安いって言ってるよこの人たち。安い、安いって。嘘だ、めっちゃ安い、嘘だよ。安いって。いや安いよ本当に。だってこれ価値出ますからね、下手すと。うん、どうだろうね、あのメルカリとかでもしかしたらね、うん、そうだって。こんなことないよ、この2人がそんな合作することでないんだよ、うん、今のところ何冊出すかっていうのはまだ決まってないんですよね、うん、まあそうですね、うんうんうん、はい、まあ売れるだけ作りますから、うん、うん、まあまあまあ来てくれるだけでもありがたいですね。そうですね、うん、はい、なのでぜひねゲームレジェンドお楽しみにしてください、うん、すごいよほら筐体あるからね、ここって仕事場ですもんね。一応仕事場であるけど、うん、9割方はもう、もう遊び場ですね。筐体もあるし、まあやりたいけど今はね追い込み中なんで、ちょっとさすがにね、このアシスタントの人までね、うん、やってる、ね、そう、申し訳ないね、本当に、はい、なんでちょっとこれ完成を楽しみにして、はい、僕の人生にとってもね、これはもう押し切りさんの人生にとっては別に何も黒歴史になるけど、僕にとってはプラスしかないからねこれ。だって押し切りさんに一生懸命書いてますやってくれてんだから。うん、じゃあというわけで重大発表コーナーでした。すいません、押し切りさんどうもありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。